皆さんこんにちは、バイオハザード RE3 のプロデューサー、川田と同じくプロデューサーのピートです。最初は商品の説明からいきましょうか。バイオハザードシリーズ屈指の人気キャラクターである、ジル・バレンタインが今回活躍するバイオハザード RE3 とオンラインマルチプレイのバイオハザードレジスタンスの2タイトルを今回1本に収録して2020年4月3日発売となります。発売まで結構近いやんと驚いてくれたら嬉しいな。ファンの方からもバイオハザード3のリメイク要望っていうのはやっぱりたくさんいただいてまして、今回ついに発表できたっていうのは大変開発者の仕事としても嬉しく思ってます。ぜひバイオハザード RE3 を体験してほしいですね。まず、主人公であるジル・バレンタインの紹介です。彼女はシリーズ第一作の主人公の一人でしたね。彼女は第一作の事件以降、元凶であるアンブレラ社の捜査を続けていましたが、事態が急変します。パンデミックが発生したラクーンシティから脱出を図らなければならなくなります。ご覧いただいている通り、カメラ視点はビハインドビューを採用しており、バイオハザード RE2 と同じような操作性でゲームをプレイすることができます。オリジナルから、一緒など変わってますよね。開発側では結構気に入ってますけどね。今回ゲームデザインの方をやはりその RE2 と比較してもアクション寄りに作られていますので、それに合わせた、リメイクというのを行っています。彼女の衣装に関しても同様に、改めてデザインの方を起こしている、設定になっています。カルロスもオリジナルからだいぶ見た目変わって渋くなりましたね。頼りがいがあるキャラクターとして、ジルと共に、ラクーンシティからの脱出を図る、そういったキャラクターに今回、生まれ変わっています。次はバイオハザード RE3 でも、最重要なキャラクターともいえる、ネメシスの紹介です。シリーズでトップクラスの人気を誇り、オリジナルの頃追跡者とも呼ばれてました。RE2 でも恐怖の対象であったタイラント以上に、様々な方法でジルを追い詰めていきます。それではもう一つのタイトル、バイオハザードレジスタンスについても少し紹介しましょう。こちらは先日クローズドベータテストも行い好評いただいたオンライン対戦ゲームになります。本作は4人のサバイバル脱出をマスターマインドが創出する非対称の対戦ゲームになります。マスターマインドはクリーチャーを操ったり罠を仕掛けたりといった今までのシリーズにはなかった面白さがあります。一方サバイバーは4人で協力してマスターマインドの作り出した窮地を乗り越える達成感を味わえます。バイオハザード RE3 はシングルプレイのバイオハザード RE3、キャンペーンモードとオンラインマルチプレイ対戦の、バイオハザードレジスタンスの2タイトルを収録して2020年4月3日発売となります。またジル・バレンタインのフィギュアなどが同梱されたコレクターズエディションも発売となります。数量限定なのでファンの方はぜひチェックしてくださいね。こちらが、コレクターズエディションに付属するジル・バレンタインのフィギュアです。ようできてますね。やはりディティールにかなりこだわった作りになっていますし、それだけに非常に良い、仕上がりになっているのではないかなと思います。今回のこのジルフィギュアのスケールなんですけれども、以前発売されている、レオンのフィギュアともですねサイズを合わせて作られてますので、こう並べて飾ることもできる、大変、コレクター性の高い、フィギュアになっているかと思います。というところでいかがでしたでしょうか。本作が発売できるのもすべて、バイオファンの皆さんに応援をいただいているおかげです。
このような素晴らしいコミュニティがなければ、ここまで実現できなかったと思います。And completely to echo what he just said, it's really thanks to the community that we can make a game like this. So thank you so much for your continued support, and we hope you look forward to the game. ではまたお会いしましょう。See you.